携帯。携帯じゃないバース監督から、おそらく今日はライブ EP、明日試合よく聞いてますけど、自身ではいつ2日連続で試合に出るというふうに思ってますか。まあ、連チャンで出るよりも、まあ、なんですか、強度をまず強く保つこととか、あとは、まあ、トータルの、打席数をまず増やすというところがメインなので、そこまで、ね、連続で出るというところには特に重きを置いてないかなと思います。I'm not too focused on going back to that at this point. I'm more focused onI know you have mentioned the goal for you is like 50 at-bats before getting to the season start, but considering backfield, on-field, what kind of, where are you at right now with just 2 weeks left of spring training?まあ、当初は50打席目指したいって言ってましたけど、今現在はライブとかスクリーンとかで合計どれぐらいなんでしょうか。まあ、もう20ぐらいだと思うので、もうすぐ50は多分、超えるんじゃないかなとは思いますし、まあ、継続してあとは強度を保って、まあ、上がる分多めになる分には別に構わないと思っているので、まあ、できる限りいい調整を続けたいなと思います。最初の話です。まあ、もう20打席ぐらいしてるので、I have around 20 at bats right now. I feel like it's going to be pretty easy to get to that target of 50.To ask you about a non-baseball thing, congrats on getting married. When did that happen, and sort of what can you tell us about, you know, your new wife? ご結婚おめでとうございます。もし言えたらでいいんですけど、入籍日と奥さんはどのような人でしょうか。まあ、日本人の方ですね。入籍日は特に言わないというか、まあ、言わかなくていいかなと思ってるので。はい、まあ、至って普通の人というか、はい、普通の日本人です。Yeah, she is a Japanese woman, and I don't really feel comfortable talking about when I got married, exact date and stuff, but she's a normal Japanese woman. How long have you guys known each other? Congrats, by the way. How long have you guys known each other? 知り合ってどれぐらいの期間だろう。正確な日付はちょっと分かんないですけど、初めて会ったの3I don't remember the exact date, but it should be around 3 to 4 years. Did that just relationship at all like factor into your free agency decision, wanting to stay in Southern California? Did that have like any bearing just as you were making your baseball decision this offseason? 結婚は FA の判断に影響あったんですよ。それは全くなかったですね。まあ、彼女自身もその僕の意見を尊重してくれてますし、そこはまあ、ここまでこう、まあ、野球とは別のことなので、まあ、どこに行っても。That has absolutely nothing to do with the free agency, and she has a great understanding of my profession, and she's willing to be wherever I want to play at, and ultimately it was up to me, so it had nothing to do with it. One more question. Shohei, why did you feel compelled to make the announcement, and considering the attention for your personal life, why did you decide to do that?なぜこのタイミングで発表しようと思ったんでしょうか。まあ、おそらくこういうふうに中国が集まるのは分かっていたと思うんですけど。そうですね、まあ、シーズン中よりまず、入る前が、まあ、もちろん自分自身もそうですし、まあ、他の全部トータルで見たときに、もちろん入る前が一番ベストじゃないかなという、ところだったのと、まあ、時期に関してはちょっと書類のいろいろあったので、整理しないといけないところもあったので、時期的に、もうちょっと早めにしたかったっていうのはあれですけど、そういう関係で少し伸びて今日になったっていう感じですかね。I felt like it was a good timing because it's before the season. I didn't want really any distractions as the season started. And I would have liked to announce it earlier, but there's some paperwork issues that kind of lagged the whole process. So that was the whole deal. Thanks, guys. We'll switch over to Japanese now. Thank you.一番はでも皆さんがうるさいので
まあ、しなかったらしなかったらやりたいですし、まあ、今日まずここでして、まあ、あとは野球に集中したいなっていうのが一番です。決め手となったのは、結婚決め手となったのはどういうところが一番ですか？決め手、なんでしょうね、特にこれとかこれっていうのはないというか、まあ、一緒にいて楽しいですし、まあ、なんとなくこうずっといるところを想像できたんじゃないですかね。3、4年前に知り合ったということですけど、まあ、ちょうどその二刀流でね、成功してし始めたって時だったんですけど、やっぱりその二刀流をやるにあたって、その食生活だったりとか、そういうところで支えてもらったりとか。そうですね、まあ、初めて会ったのがそれぐらいっていうだけで、実際にはもっともっと会ったので、はい、シーズン中は特には来てなかったですし、基本的には今まで通りというか、渡米してから今まで基本的には一人でいたので、そこは特に、変わらなかったかなと、去年も変わらなかったかなと思います。プロポーズの言葉とかを、どんなところに惹かれたんですか？どういうところ？これというのはないですね、まあ、全体として雰囲気というか一緒にいて楽しいですし、これ一つっていうわけではなくて、全体的な雰囲気に合ってるかなというか。プロポーズの言葉っていう、食事とか、はい、奥さんの好きな食事とかっていうのはあったりします？食事、なんですか、まあでもまだ実際にはこっちに来てそこまで日渡ってそんなに長いことではないので、はい、まだそこまで食べてないです。たくさん食べてる。プロポーズの言葉っていうのはちょっと教えてもらったりできますか？まあ普通に言いました、はい、まああえて言う必要はないと思います。実際のこの交際期間ってどれぐらいだったんですか？いや、どんぐらいなんですかね。もう初めて会ったのがその 3,4 年前だっていうだけなので、実際にどのぐらいだったか分かんないです。まあ、婚約をしたのは去年なので、まあそれを指すなら去年。別のインタビューとかではこう将来的なこう子供の話とかそういうのもなんか出てると思うんですけど、まあ、それ将来的にそういう希望とか、まあ、イメージされたりとかっていう、そうですね、まあ、もちろんそうなればいいですけどね、まあ、自分以外のことは言うと叶わないような気がするのであんまり言いたくないワンちゃんを飼われたのっていうのはそのご結婚と影響はあったというか、そのやっぱり遠征でっていう時間が一人でいる時間っていうのはあるんですか？まあ、ぼやっとは考えてましたけど、でも基本的にはもう手術した時もずっと一人だ、僕が見てたので、基本的にはあんまりそこまでは、まあ、ぼやっとはもちろん考えてましたけど、そこまで必ずっていう感じではなかったですね。しかもやっぱり犬好き、ワンちゃんも大好きでって二人で決めたということ、いや、僕が勝手にというか僕はもちろん前々から飼いたいなっていうのがあったので、まあタイミング的に良かったっていうのが、電話した時にむしろびっくりしてたぐらいの感じだったんですけど。あれってどんな感じなんですか？言える範囲なんですけど言えないです今後へ向けてはどういう言えない、言える範囲で、まあ、なんか、なんですか、短いスパンで何回かたまたま会ったので、そこからっていうのが一番ですよね。そっちで、アメリカで？日本でです。短いスパンで会うっていうのもなかなかそのデートとか行くのもちょっと難しいと思うんですけど、外にこう一緒にデート行ったりとかされてたんですか？してないです。まあ、僕も基本的にアメリカに、シーズン最初、まあ、去年なんかシーズンがあったのでもうここ帰ってないですし、オシーズンも、基本的にはまあこっちに行ったりすることもあったので、そんなに外にいるってことはなかったですね。じゃあ結構2人で一緒に室内でっていうかお家とかで一緒に時間を過ごしてお互い惹かれていったみたいな感じですね。ラフな感じで過ごしてました。外に出たら皆さんうるさい。すいません。Thank you guys. Thank you guys. 一般の方で今一緒に住んでるっていう認識ですか？ですか？一般の方で今こう一緒に住んでるとか今後一緒に住むとかそういう認識でよろしいですか？あ、そうですね。キャンプの途中でこっちに行きました。うん、はい。
ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。